学園です。よろしくお願いいたします。作品でね、皆さん来ていただいてありがとうございました。それとね、YouTube 見てますと声かけてくださった方、ありがとうございます。あれもやっぱりね、励みになりますので、まあなんて言ってもね、この家で一人でこうカメラの角度こう違うとかね、こう自分のね手取るわけやから、こう違うとか言いながらね、言うて、あんまそんなには言ってないんだけど、違うなぁとか、うまいこといかへんなとか、ピントずれたりとかね、ありながら、こうね、喋って、まあ、説明して、その後にね、スーツ着て、こうまたカメラに一人で喋るっていうね、なかなか異常な行為してますので、ね、ああいうこと言っていただけるね、見てますと言っていただけるだけで、ありがとうございます。ね。でね、まあ説明するの、この間もね、そんな話で、私は直接聞いてないねんけども、その先生の生徒さんが、まあ、よう言われるんです。長いと、話が。説明までが長い。そういうの、飛ばしたんですけどね、まだ喋ってるんですって。飛ばしたんですけど、まあ皆さんね、まあ5回に1回ぐらいね、余裕ある時にね、ぜひね、話も聞いてください。まあ、飛ばしてもらっても、だいたいね、半分ぐらい喋ってますので、10分あったらね、5分喋ってます。ね。ということで、だいたい半分ぐらい、ね、喋ってるということでございますので、まあ、長くならん、長すぎずにね、喋っていきたいんですけどね。この間もね、この間もね、っていうか、お昼、ご飯食べようもね、チンのね、ご飯。まだね、この間、もらったんです。炊飯器もらったんですけどね。その時炊飯器のチンのご飯、今、よく、家にね、用意してて、チンしよう思ったらね、こう、電子レンジ開けたらね、これよくあるんです。私、これよくあるんですけど、開けたらラーメン入ってたね。開けたら、うわ、いつのんやろとか思いながら、でもまあ、ね、捨てるしかないから、そーっと捨てて、そーっとというかね、捨てて。これよくやってしまうんですよね。まあ、大体そら、ね、お酒飲んでない時はないですよ。絶対酔っ払ってるのは酔っ払ってるの。酔っ払ってね、なんて言うんですか。帰り道。もう、こっちもなんですよ。コンビニ。あれね、早く閉まってほしいですね。もう、閉まってくれんか。あれのせいで太ってるとこもあるしね。ほんで、酔ってる時ってね、なんか別にそんなに、なんか、分かってないというか、味覚もおかしいというか、なんか美味しいな、思って。これ美味しい。酔ってる時食べて美味しかった。昔ね、よう、若い時にね、酔っ払ってラーメン食べて、こんなめうまいなぁ思って。うまいと、むっちゃうまいなぁ思うから、酔ってない時一回、全然美味しなかったね。そういうことがね、ありますのでね。酔った時はね、コンビニはできるだけね、通らんようにして帰りたいんですけど、もうあっちこっちにあるんだな、そういう罠がね。仕掛けられてますのでね、張り巡らされてますので、皆さんね、気をつけてほしいんですけど、そのラーメンバッ出てきてね、まあまあよ、これここまではよくある。私だからそれ帰って、まあ、だからラーメンね、買うまでいいんです。買うまで全然しっかり多分ちゃんとあるんですけど、チンして寝ちゃうんですよね。チン、ラーメンだと多分あれね、結構5分とか長いんですよ。その5分間で寝ちゃうんですよね。それをね、今年はね、直したい。もう今年はね、もう何度寄ってもコンビニ寄らない宣言を します。もう寄りません。ね。ということでね、まあ出てきて、そういう、捨てたんですけど、まあ気になってね、賞味期限見たら、去年のやつ。だから見つけたのがね、1月半ばくらい、15日くらいやったんですけど、もう、年越し飛んでんね。こんなもん、ね。年越しで、賞味期限12月二十何日とかやってるの、ちょっとそれ怖なって、あーと思って、もうちゃんとせなな、これ。ちょっと開けて匂いましたもんね、電子レンジの中で。まあ別にそれはもう全然問題はなかったんですけどね。まあそういうことはありますよね。今年は、コンビニ、もう酔っ払った後のコンビニだけはね、行かないようにしていきたいと思います。では、説明します。ボールペンの1ページね、説明します。まずね、この、
左に習うと、ここがね、一番下に来る。ね。こう来た時に。短く、ね。これもこの、ここよりも上に来るようにね。高い位置で終わるね。で、ここも、これも上で終わるように。右上がりね、しっかり揃うように。こう点がね、よくね、皆さんこう下がってしまうね。点自体は斜めに下がってますね。点も、点自体もこう、上がるようにね。上がるように、右上がり、揃う。少し、内に。ここに空間できる。少しね。で、高さ揃える。まあ、均等ね。均等。右がね、揃える。ね。左は大きく。で、内へ。内へ。内へ。ね。ここの感覚、だいたいね。揃うように。ここがね、離してしまわないように、ここ広くならないように気をつけてね。狭く。はい。一画目書いて、二画目そんなに遠くにならないようにね。狭くなら、広くならないようにね。書いてください。内へ。内へね。形でね。山。ここね、上に上がるね。ここですね、揃うように高さね。下は揃うぐらいでね、高さね。あ、基本はね、右上がり。こう右上がりね。こう上がるけども、この部分でね、ここが浮くように。こう狭くならないようにね、こういうふうに。こうならないように。広く。ね。点右上がりね。ここも、下まで来ないように少し余裕持って帰ってください。この部分ね、狭くね、ここは広くなると、三本通さなきゃ書きにくくなってしまうね。ここ全部通さないといけないので、狭くとも、すっと通りますのでね。ね、しっかり広く、左右に大きくね、書いてください。まっすぐ。反るようにね。ピタッと上からね、合わせて。こう少し反る。少しね、自分の書いた、この書いた線、ちょっとこう、戻るように。戻るように。で、中身ね、小さくならないようにね、書いてください。角度しっかり変わるようにね。同じ方向にね、払いが、いかないよね。こう、書き順、こうね、書き順。ここ真ん中狭くならないよね。真ん中あまり狭くならないように気をつけて書いてください。右が揃うようにと、こっち書いてからね。これ書いてから。あまり広くならないようにと、ここに空間できるようにね。こう書いたときに、あんまりこの端から来ないよね。真ん中ぐらいから、ここに空間できた方がいいので。点、必ず上にね、来るように書いてください。まあ、ここ均等ね。狭く、広くね。二つ目の点、少し前に、前に出るようにね、書いて。こういうとこも均等に。まっすぐね、書いて、この、ここもね、狭くなるように。ここでね、長く書きすぎないようにってことね。まあ、半々ぐらいでね、いいと思います。で、月もあんまり幅出ないよね、ここ、すっきりするように書いてください。では、終わります。